Buongiorno. イタリア・ミラノのスガレリアです。本日はミラノでデザイナーをしている日本人の休日のルーティーンを少しご紹介していきたいと思います。では始めます。チャオ。スガレリア。はい。まずはお風呂に入りたいと思います。まあ、イタリアって毎日お風呂に入る文化がないので、僕も激減してしまったんですけれども、週末は時間ある時にゆっくりお風呂に入るようにしています。気持ちいい。はい、そしたらお風呂から上がりました。スキンケアしていきます。はい、髪乾かし終わりました。次にメイクアップしていきたいと思います。はい、アイライナーとか引き終わりました。そしたらリップ、これはエルメスのリップなんですけど、こんな色です。これをつけていきたいと思います。イエーイ。そしたらお着替えしていきたいと思います。今日はスカート履こうかな。スガレリア。とりあえず一つ目のルック、大きめの T シャツにスカートを合わせてみました。見えるかな。そしてヒールを履いています。そしたらもう一つ見せたいルックがあるので着替えてみますね。はい、ということで2着目に着替えました。こんな感じのミニドレスになっています。イエーイ。はい、ということで本日の動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価お待ちしてます。コメントあったら何か書いてください。イタリアミラノのスガレリアでした。また次の動画でお会いしましょう。アンラプロスマ、チャチャー。